カポックノットの深井貴章です。私たちカポックノットはこれまでこの新素材カポックという木の実を使った薄くて軽くて暖かいアウターを発売してきました。累計なんと5000万円近くの資金を集めることに成功し、そこからさらに私たちは3年の月日をかけて新素材を作りました。それがこちらリカバリー荷重ブランケット結びです。そうです、今回は重いんです。このリカバリーブランケット結びは心地よい重さが全身に加わることで包み込まれるような安心感を与えてくれます。それが新しい睡眠体験へとつながるのです。そしてもちろんこのブランケットにもこの新素材カポックが使われています。カポックノットはこれまで機能、デザイン、サステナブル、この3拍子を大事にしてきました。今回の商品も荷重での安心感という機能性、そして重いのに通気性がある網網構造のデザイン、さらに木の実由来のサステナビリティ、この3拍子揃ったのが今回の結びです。カポックは木の実なので木を伐採する必要がなく、しかもアニマルフリー、この素材を使って一つ一つ丁寧に編み上げたのがこのリカバリー荷重ブランケット結びです。地球の未来を一緒に考えていく、そんなブランドを目指しています。この結びならそれができると信じています。